NRC 本部アメリカ合衆国原子力規制委員会はアメリカ合衆国政府の独立機関の一つであり合衆国内における原子力安全に関する監督業務を担当する NRC は原子炉の安全とセキュリティ原子炉設置運転免許の許認可と変更放射性物質の安全とセキュリティ及び使用済み核燃料の管理を監督している NRC を規制の取りの一例として批判的に見る向きもあり有料する科学者同盟からは十分な役割を果たしていないと求断されている。NRC は1974年に制定されたエネルギー再生法に基づいて1975年1月19日に設立された。NRC はアメリカ合衆国原子力委員会の業務のうち 原子力エネルギー問題及び原子力安全に関する監督業務を引き継いだ。AEC が持っていた核兵器と原子力利用促進に関する監督業務はアメリカ合衆国エネルギー研究開発管理部に引き継がれ、これによって AEC は廃止された。前身である AEC と同様に NRC は原子炉の安全、原子炉の設置許可及びその更新、 放射性物質の保安及び認可、放射性廃棄物管理について監督を行う。NRC の任務は、公衆の健康と安全に対する適切な防護を担保し、一般的な防衛と安全保障を促進し、環境を保護するために民生部門における原子力副産物、原料、特別核物質の利用を規制することである。 NRC の規制業務は次の3つの主要な分野をカバーする。NRC はアメリカ合衆国大統領によって指名され、アメリカ合衆国上院の同意に基づいて5年の任期で任命される5名の委員を長とする。5名のうち1名は大統領から委員長及び委員会の公的スポークスマンとして任命を受ける。現在の委員長はスティーブン・バーンズであり、 前任のアリソン・マクファーレンが2014年に辞任したことに伴い、2014年11月に2019年6月30日までの任期で委員に任命され、2015年1月1日に大統領から委員長に任命された。現在、本部はメリーランド州ロックビルにあり、全米を次の4つ、地区に分けて管理している。 マップオブザ・ NRC ・リージェンスこれらの4つの地方局が104機の発電用原子炉と36機の非発電用原子炉の運転を監督している。この監督は次の例のようにいくつかのレベルで実行されている。NRC は1993年に制定された訓練規則を通じて産業界における訓練や資格認定制度を認可している。NRC は アメリカ原子力資格認定委員会の会合を監視し、会計監査と訓練監査を実施している。さらに、同委員会の委員の数人は NRC により、推挙される。アメリカ原子力資格認定委員会は、政府機関ではなく、アメリカ原子力訓練アカデミーの関連機関である。同アカデミーは、原子力運転研究所や、 その他の原子力発電所における訓練への取り組みを統合し標準化する目的で1985年に設立されたものである。アルカイダによる2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件や2005年7月7日のロンドン同時爆破事件のようなテロリストの攻撃は過激派グループが合衆国やその他の国における今後の攻撃において 放射性物質を使用した汚い爆弾を使用するのではないかという恐れを想起させた。2007年3月、アメリカ合衆国行政監査員のアンダーカバーの調査官が偽装会社を用意し、NRC から汚い爆弾を製造するため、ガオの報告書によれば、NRC の担当官は会社を訪問もせず、重役に面接審査を行おうともしなかった。それなのに、 28日以内に NRC は西バージニアの支所箱にライセンスを郵送した。ガオの担当官たちは取得したライセンスの条項を容易に改ざんすることができ、彼らが購入可能な放射性物質の量の制限を削除してしまった。NRC のスポークスマンは彼らはこれらの放射性物質を用いて作られた爆弾は 市外の一部ロック徴兵法の地域を汚染できるが、即時の健康被害をもたらすものではないので、放射性爆発装置の脅威は低レベルであると考えていたと語った。アメリカ原子力委員会が解体されたのは、それが監督する責任を負っていた原子力産業に対して不適切に便宜を与えていたと認知されるに至ったからであるが、NRC が 同じ鉄を踏もうとしているように見えるという批判がある。1987年の NRC と産業界の甘い関係と題された米国議会報告は NRC は原子力産業界の利害に左右されない規制の姿勢の維持を怠りいくつかの批判的であるべき分野で完全なる規制者としての役割を放棄していると結論付けている。以下に3つの例を引用する。 1986年の米国議会報告は NRC のスタッフが運用免許の取得を求めていた電力事業者に対して重要な技術的援助を与えていたことを明らかにしている。1980年代の後半には NRC は運用免許所持者の状態に関して強制する立場を取らないという非強制政策を提唱して 1989年9月から1994年にかけて NRC は原子炉の規制強化を340回以上にわたって放棄、または選択しなかった。最後に批判者は NRC は規制者としての重要な権能をスリーマイル島原子力発電所事故を契機に事業者自身が創設した原子力発電運転協会に明け渡してしまったと急断している。 バーンとホフマンによれば、1980年代から NRC は概して原子力産業の利益に好意的であり、産業界の懸念に対して不適切に敏感であった。NRC はしばしば強い規制を遂行することに失敗している。同時に NRC は規制プロセスへの公衆のアクセスを拒否、または損害し、公衆の参加に対する新たな障壁を設けている。 フランク・エヌ・フォン・ヒップルによれば、1979年のスリーマイル島事故にもかかわらず、NRC は、米国内の104の商業用原子炉が安全に運用されるよう保証する上では、しばしば過度に及び腰であった原子力は、規制の虜の教科書的な実例である。この状態においては、産業界はそれを規制する、はずの規制機関をコントロール下に置いてしまう。 規制の取りは公衆による旺盛な吟味と議会による監督においてのみが破することが可能であるが、スリーマイル島事故から32年を経過して、原子力規制に対する関心は極めて急激に低下している。規制の失敗にはいろいろな形態があり得るが、これには規制者と産業界の共通認識による規制条項の主文化が含まれる。 ミルストーム原子力発電所のある職員は管理者に対して定期検査を早く終わらせる目的で使用済み核燃料を使用済み燃料プールに早く入れすぎる点とプール内の使用済み核燃料の数が定格をオーバーしている点を常々警告してきた。管理者は彼を無視したので彼は直接 NRC を訪れた。NRC は 最終的にはこの二つの違反行為について知っていたこと、同様の行為が他の多数のプラントでも行われていたこと、しかしその事実を無視することを選択したことを認めた。この内部通報者は解雇され、ブラックリストに載せられた。2007年に選挙活動中であったバラク・オバマ大統領は NRC の5名の委員は、それが規制すべき産業界の虜になり下がっていると語り、 グリーンピース USA の原子力政策アナリストは、その巨人可行政を、ラバースタンプと呼んでいた。バーモント州では、福島第一原子力発電所事故を引き起こした、東北地方太平洋沖地震の前日、NRC は、バーモントヤンキー原子力発電所の運転免許の20年間の、期間延長を許可したが、バーモント州の議会は、圧倒的多数でこの延長を拒否する議決をした。 このプラントでは地下埋設の配管を通して放射性物質が漏れ出ていることが確認されていたが、運用者のエンタージー社は先生下でそれを否定していた。バーモント衆議会天然資源及びエネルギー委員会のトニー・クライン委員長は2009年の校長会で NRC にその配管について質問したが、NRC はそれが存在することすら知らなかった。 2011年3月17日、有料する科学者同盟は、2010年の NRC の犠牲者としての活動に対する批判的な研究を公表した。同連盟は、NRC の安全ルールについての強制措置は、タイムリーでも、守備一貫しても、効果的でもないことを見出したとして、2010年だけで、米国内のプラントであった14件のニアミスを例示した。 2011年4月に、ロイターは、NRC は、国内産業界を振興するためではなく、取り締まるために存在しているはずであるが、外交電報は、ウェスティングハウス社や、その他の米国メーカーの製品の購入するよう、ロビー活動を行うキーワーなど、米国の技術を外国に売り込む際に、NRC が道具として使われる場合があると、レポートした。 これはまるで商人の立場で活動している規制者の姿を浮かび上がらせ、潜在的な利益相反への懸念を引き起こす。サンクレメンテ・グリーンという環境団体は、NRC は監視者の立場に関わらず、しばしばプラント運転者に都合が良いように規制していると述べて、産後のフル原子力発電所の継続運用に反対している。マサチューセッツ州選出の民主党の会議員である。 エドワード・ J ・マーキーは NRC に対して長期にわたって批判を行ってきた。彼は NRC のウェスティングハウス社製の AP1000 型原子炉の申請された設計に対する最定と福島第一原子力発電所事故に対する NRC の対応に対して批判的である。2011年7月にマーク・クーパーは NRC は それが安全を確保する仕事を行っていることを立証する上で主制に立っていると述べている。2011年10月に当時のグレゴリーやツコ NRC 委員長はタイムリーな方法で規制上の問題に切り込みたいと考えるものと急速な動きを欲しないものとの間の緊張関係と述べている。米国内全域にわたる45の団体と個人は NRC に対して 福島第一原子力発電所事故の完全なる検証を完了するまで15の週にわたる21の申請中の原子炉建設プロジェクトの認可及び他の処分をすべて保留するよう公式に申し入れている。陳情者たちは6期の既存の原子炉の運転免許の更新の最低13件の新規原子炉の建設許可と運転免許の認可ベリフォンテ1号機及び2号機の建設許可 およびワッツバーの運転免許の裁定について保留するよう求めている。さらに陳情者たちは標準化された AP1000 型および S ブル型原子炉の設計承認手続きの進行を休止するよう求めている。陳情者たちは NRC に対してさらに NRC 自身の調査報告を保管するため1979年のやや深刻度の低かった。 スリーマイル島事故の余波の中で設置されたのと同様の独立委員会を設立するよう求めている。陳情者にはパブリックシチズン、サザンアライアンス・フォー・クリーン・エネルギー、およびサン・ルイス・オビスポ・マザーズ・フォー・ピースが含まれている。合衆国における安全規則は最近日本で地震と津波が引き起こしたように外部電源や非常用発電機からの電力を壊滅するかもしれない。 単一事象のリスクに対して適切に重点を置いていないと NRC 当局者が2011年6月に述べている。2011年10月に NRC は事務局スタッフに対して12の安全勧告のうちの7つを7月の連邦タスクフォースまでに前倒して実施するよう指示した。この勧告は運転者の電力の完全な喪失に対処する能力の増強。を プラントが洪水と地震に耐えられる保障及び非常事態対処能力の向上を目指した新基準を含んでいる。新安全基準の完全な実施には最大5年を要する見込みである。2011年11月にグレゴリー・ヤツコ NRC 委員長は電力事業者の自己満足に対して警告を発し、NRC は日本の原子力災害をきっかけとした新規則を推し進め、 さらに火災への防護と地震リスクに対する新しい分析を含む長年の懸案事項を解決しなければならないと語った。ありがとうございます。